こんにちは、えっちゃんです。今日はですね、私の愛車八六ちゃんの初めての車検に行っていきたいと思います。実はですね、私過去に軽自動車ね、N ボックスとか乗ってたんですけど、車検の年になる前に、車を変えたりとかしちゃったので、でこの車もですね、買ってからちょうど1年ちょっとですかね、経ちまして、1年半ぐらいかな、人生初めての車検に行っていきたいと思います。この動画ではですね、車検未経験の私みたいな人たちが、見てですね、わかりやすく車検に必要なものだったりとか、準備することだったりとか、どれぐらい前にどんな風にするべきかっていうのを、ハウトゥーみたいな感じでできたらなと思います。車検って絶対に受けなきゃいけない健康診断みたいなものだと思います。まあこの車がね、ちゃんと走れるかだったりとか、この車に異常がないかでね、異常がなかったら OK ってことでね、このハムちゃんがね、元気か、今後も乗っていけるのか見てもらいたいと思います。それではですね、本日も松戸にいざ出陣。皆様にご報告があります。86、現行の86が乗りたいって言ってて、でついにありました。嬉しい。本日が納車日ということになっております。でですね、目の前にも実はあるんですよ、私の車。かっこいい。後期型のね、86がいいって言ってたんですけど、ちゃんとね、後期型のが見つかりました。ありがとうございました。本日宿を決めておりませんということで、車中泊をしていこうかなと思います。あ、いけるいける、全然余裕だ。意外とちっちゃくてよかった。まあ、とりあえずおやすみなさい。おはようございます。起きました。現在時刻6時半。明るくてね、目が覚めました。86で車中泊をすると意外といける、ただめちゃくちゃしんどいということが分かりました。愛車の86ちゃんと一緒に写ってるということは、車関係の動画ですね。今日は初めての車いじり。まずはなんかこう、お友達の YouTuber から、まずは足回りからだよって言われたんで、はい、じゃあいわゆるつら1にしたいなと思いまして、はい、初めてのチェーン取り付け。明日の朝ね、凍っちゃうと思うんで、つけないとなっていうところで。まずは、この スパイクがついてる方を上にして、下をくぐらせて、で、カチッとやる。つけられたー。よかったー。片方つきました。もう片方頑張ってつけます。ですね、箱根に行きたいと思います。まあね、箱根は以前も行ったことあるんですけど、レンタカーでしか行ったことなくて、この86ちゃんでは初めてね、箱根に行きますんで、箱根ターンパイクにも行けたらなと思っています。けど今日は日光いろは坂に行きたいと思います。イエーイ。いろは坂といえば
小橋は解体藤原拓海とかランエボ軍団とかね、イニシャル D 好きとしては聖地ですね。いろは坂着きました。カーブがすごい、そしてガッタガタ。チームエンペラー、エンペラーって名前すごいよね。ランエボ軍団のね、早速 MF ゴースト一発目はこちら、小田原パイクスピークを巡礼していきたいと思います。こちらですね、ちなみに走ってる中で山の中、なんとですね、聖地なだけあって GTR とかシルビアとかいろんな車とすれ違いました。もうその時点でもテンションが上がる。ということで到着。じゃあ今からね、早速人生初の車検やっていくわけなんですが、まあ正直ね、何するのかわからない、なのでいろいろね教えてもらって手続きとかしていきたいなと思います。さあ、じゃあ中へ入っていきたいと思います。ということで無事に預けることができました。まあ、実際ね、何が必要かとかね、どんな問診されたかはね、ここにテロップに出てた通りなんですけど、まああとはですね、実際に、車検で検査してもらって、なんていうんですか、整備とか見てもらって異常がないかどうかってとこですね。異常があれば次回、行った時に教えてもらえますし、もろもろね。ではね、またね、もろもろ車検が終わったら取りに行くということで、この車で帰ります。はい、ということで、今日ですね、実は、車検いろいろ終わってですね、車戻ってきました。ところがちょっと車の前で撮影できなかったんで、で、結局いくらぐらいかかったかっていうと8万円ぐらいでした。まあ自前席とかいろいろ技術料とかもろもろ検査代合わせて諸経費5万円ともろもろ合わせて8万円ぐらいとなったわけですね。初めての車検だったんですけど、期間はもののね、1週間かかったかかかってないかぐらいですね。はい、あっという間でしたが、やっぱりこういう点検こまめにやることで自分の車もね、大事に大事にできるので、一旦は車検を通すことで安心安全に乗れます。はい、私のハマちゃん、今後もね、峠に行ったり温泉地に行ったりしていきますんで、動画お楽しみに。初めての車検を行くぞっていう方とかはぜひこの動画参考にしてみてください。それでは皆さん、またねー。